今、もうやってねえだろ。もう今こっちやってるからつか、あ、臭くね？ビクトリアとかいうやつ臭くね？絶対強えだろ。臭すぎるんだけど。強者プンプンするんだけど。強者の匂いがプンプンするんだけど。油断せずに今日。お、マジか。まあ、いった。これは下がるしかねえな。オッケーオッケーオッケー、長生きしよう。さあ、まあこちょっと離れすぎたかな。7っていうのもちょっとあんまり いいあれじゃないけど、まあちょっと上位を取る流れに、もう最悪なんだけど、こいつは何なんや。金キノはさっさと消費しといて ここで2個割って確実に上位に食い込めるような。オッケー、悪くない。打開だわ。まあ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 、ぼっちぼっちな打開であると思いますね。俺これちょっと予想以上にいい順位取れたぞ。幸先がいい。 さあ、ここは岬を、まあ、バチコリ投げていきましょうか。 まあ今の打開だいぶ切れただったね、ちょっと なんだ、最後のアイテムの手前ちょっと操作危なくなって、あ、これやべえと思って切り替えたりしたけど、まあ、それが功を奏して、まあ、がっつりいい順位取れましたね。 見えてたね今。 もう完全に舵の流れが。 さあ、まあ気を緩めずいきましょう。まあ、ここでね、下を取らないっていうのが大事なんでね。それに命かけてやっていきましょうよ。マジか。怖え。うう、怖い怖い怖い。ちょっと3位でも勝てるビジョンが今、俺見えなかったから下がった。ああ。いや、これは下がりとく。下がる。いや、勝負はこっからだから。マジ？ああ！ これは非常にまずいよ。これだるいね、これは。かなりだるいね。
やき、いや、いやでもこれはまあ美味しいぞ、割と。いた。え？やば、これ負けるな、これ。ラッキー。 なんかな、あれだな、ちょっと1位取る立ち回りできなかったな今。もったいないけど、まあまあちょっとぼちぼちでしょうかね。こんばんは、頑張ってください。頑張ります。そう、まあちょっとね、正直今の上がれたの奇跡だと思うわ。ぶっちゃけ上がるビジョンが見えなかった。あんなとこでキラー使われたら無理なんだよな。勝てたんかな、あいつは。でビクトリアやっぱなんかくせえよな。あ、絶対怪しいんだけど、あいつ。ビクトリアくせえわ。俺は匂うぞ、これ。まあ打開っていうかね、なんか中位上位あたりを取るような立ち回りしてるからね、なんか1位2位を取れる立ち回りを俺はちょっとしたいんだけど、さっきはできなかったな。だからまあ5位で入れたのはまあまあぶっちゃけ美味しかったかなっていうのはあるな。決勝配信はここで間違いないっすね。まあゆっくり、まあその勝ちざまをね、ご覧いただきたいと思いますよ。モナー流の勝ち方があって、こいつの前に出たらダメだ。こいつの後ろにいたら何されるかわからん。あっぶねー、いった。ちょっと1周目コイン0枚っていうのはめちゃくちゃ悪いね、これ。立ち回りとしてはかなりゲノゲの方だね。か、まあここはでもな、何が美味しいかって今前が詰まってるっていうのがだいぶ大きいんだよな。お前マジかよ。うん、これ前詰まってるでしょ。だからね、全然打開の目はあるんだよ。前が詰まってたら何が起こるかっていうと、潰し合いが起こるわけよ。そこをね、うまくね、通り抜けていくかを、ざけんなよ。これ大丈夫か？上がれるか？ちょ、頑張れ。木野さんか。あぶねえ、セーフ。いやーでもなんか注意しか取れねえな、もったいねえ。これよくないんだよな。なんか言うたらこれ耐える耐えてる方になるんだよね。いやーもう今のあれなんだよね、一番もったいないんだよな。あん、ちょ、下であれなんだよな、打開狙うのに被弾食らいまくって全然前行けなかったのがだいあれだな、範囲だなこれ。あと1周目0枚っていうのもなかなか沼、まあ止まればよかったねという話ですが、まあ悔やんでも仕方ないのでドミ投げます。確かに今なんか
そこそこな点数は取れてるけど、勝つための欲しい点数は取れてないから、そこがちょっと弱いかな、今は。あくまで欲しいのは1位、2位、3位。ここはね、もう天才、神がかったスリストを。いや、スリスト取りたかったな。やば、あいつやべえ。どうしよう、あいつを崩せね。ちょ、頼む、ちょ、1位走り続けてくれ。頼むから、お前ミスらないでくれ、マジで。ミスったら俺が死ぬ。最悪。ついてねー。ついてねー。最悪だー。ざけんなよ、あいつ。いや、これ痛えぞ、だいぶ。最悪だー。いや、あいつ、マジで、ミドさん。ミドさん、崩せねえよ。そ、ムカつくぜー。いや、今のついてないって片付けるよりかは、俺が緑コーラ当たったのがマジでダメだった。ん、まあ注意してても当たるときは当たっちゃうわ。お前マジでこれで俺が落ちたら、お前来世まで呪うからな。くっそ。そう、綺麗にスナイプやられたわ。ちょ、もう落ち着い、ちょ、もうこれ、やべくれ？これ、ネイチャーロード露骨に狙われそうな気がするんだけど。もうこれ知ってるんだよ、狙われたら勝てないの。これ、だるいね。ネイチャーロードはみんなが思ってる以上にコインが大事。ちょっとざけんなよ。もうコイン全然取れてないんだけど。いやー、これ弱えー、マジで。
よし。打開の目はまだついえてない。ここで勝負をかける。何？あっぶねえ！やったー！あっぶねえ！あの緑コーラ犯罪だろ！やべっしょ、あの緑コーラ。おい、あの緑コーラふざけんなよ。お前、あれ当たってたらお前もう、俺。ぶち切れてたぞ。もう脳みそかち割れてたわもう。マジで当たらなかったら奇跡なんですけど。いやーよかったね今のは。今のはよかったね。勝負かけるタイミングもよかったね。いやー焦ったいや、3位、でかすぎじゃね？これで3位取れたの。激アツなんだけど。でもな、詰まってんだよな。これで6レースなんですよね。いや、ここで2位取れてたら余裕だったのにな。さあ、これはまあ、初手前行って。お前、ああ、お前、ビクトリア、お前、やめてくれ、僕、そんなに僕を攻撃したいか、みんな俺のことが好きすぎるな、ちょっと、コインがないんだけど、トイさん、コインがないんだけど、全然。みんなに求愛されて、コインがなくなっちゃいました。これ何が弱いかってさ、キンキノなのが弱いよな、マジで。まあ、とりあえず一発使うやろ。いや、お前マジでふざけんなよ。そこで振るか。いや、これ、いや、これだいぶしんどいな。いや、これ相当しんどいぞ。こう被弾しないこのムーブ、やばい。君がスター、もう死ねよ。いやー俺じゃんけんになっちゃった。これもう終わったかな。いやー、これは浅いわ、俺のプレイングが。浅すぎた。くっそー、今のプレイングマジで浅かった。アイテム取れてたらな、マジでもったいなかった。あのブーメランマジでムカつくな。そうなんで、26がだいぶ詰まってるから誰でもワンチャンひっくり返るんですよね。
ここでその子さあやばいよ。1位が54点で、5位が、ここでスター出たらバックアド。なるほどね。バックアドならずと。よしよし。くそ、当てれねえか。あいつマジで当てたかった。くそ。まあいいわ。いや俺マジでここの2位マジででけー。あったけーけどまだ詰まってる。怖いねこれは。まあでもいやここで2位はマジででけえぞ。いやこれラストレース次第ですね。恐ろしいこれ。いやここで回取ったら確実に終わる。じゃあマジで上位取らないといけない。ゲット。負けるわけにはいかないんだよな。くそー微妙な鉱石よって。いやマジでさこれ順位次第ではどっからでも1位転がるよなこれマジで。頼む。よっしゃ。ええ。じゃあ最初はコインを取ることが大事。そこを忘れちゃいけん。こう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 。いやでも俺これいいぞ。わりかしいいぞ。かなりいいぞてか。この手はかなりいいぞ正直。どうしようか。よし。これもう勝ったでしょ。
よっしゃー、うー、よっしゃー、競り勝った。しゃー。